殿下、急いで城門までお越しください。エルフィリス、どうしたんだ、そんなに慌てて。フォレスティアの少女が救援を求めに来ました。近隣の集落が帝国に制圧されて逃げてきたそうです。なんだって。わかった、すぐに行く。王子様、どうか私たちの集落を助けてください。そうか、被害が最小で済んだのは良かったけど、なんとか作戦を立てて取り返さなきゃな。でもその前に、君は大丈夫？だいぶ疲れてるように見えるけど、足もフラフラだし。大丈夫です。飲まず食わずで走ってきただけですから。2日ほど。2日も？それは大変だ。まずは城でゆっくり休んだ方が。いいえ、それよりも早く集落に。私が道案内を。ここはどうして私ベッドで寝てるの？よかった。気がついたみたいだね。え？王子様！あ、思い出しました。私、お城に助けを求めに来て、それで。こうしてはいられません。早く、集落に。あ、まだ無理はしない方がいいよ。道案内は。動けるようになってからで。焦る気持ちはわかるけど、村を荒らされたんじゃないなら、ことは慎重に構えた方がいい。それじゃ、俺は出発の準備をしてくるから。シーリス、あとはよろしくね。はーい、任せて。ちょうど今、食べ物を持ってきたよ。王子も言ってたけど、ちゃんと食べて。元気になってね。そうですね、すみません。お言葉に甘えてお食事いただきます。お名前聞いていいですか？私はメルサと言います。私はシーリス。フォレスティア同士、これからよろしくね、メルサ。シーリスさんはフォレスティアなんですよね？何？私の耳、フォレスティアに見えない？いえ、そうではなくて、同族がここにいるのが意外だったんです。私の集落ではみんなほとんど集落の外には出ないので。ああ、うん、私の集落も同じ。それが普通のフォレスティアだよね。でもリュカニー、私の兄貴ね、リュカニー行ったら集落のそういう風習が古臭いって言ってね、集落を飛び出して王子の仲間になって今じゃこのお城で暮らしてるの。すごいですね、その行動力。私にはとても真似できません。すごくなんかないって。ただのバカ兄だよ、あんなの。もうほんと、ちょっと目を離したらどんな無茶するかわかんないし、両親もすごく心配してるから、私がこうして様子を見に通ってるんだ。シーリスさん、優しいんですね。違うよ、私なんて
リュカニーからはガサツだとかおてんばとかしょっちゅう言われるし、優しいって言ったらメルサの方がよっぽどそんな感じだよ。え、そうですか。うん、集落のみんなのために2日も走り続けるなんて、そんなことなかなかできないもの。メルサはリュカニーをすごいって言ったけど、メルサも十分すごいよ。2日、そうでした。帝国の襲撃からもうそんなに時間が。やっぱりいつまでも休んでいるわけにはいきません。まだ動くのは無理だよ。ここで少し休んで部屋に戻ろう。はい、その方が良さそうですね。メルさん、ここに来るまで必死に頑張り続けてたんだね。でもこれからは私も力になるよ。何でも言って。ありがとうございます。でも、その気持ちだけ受け取っておきます。迷惑ばかりかけてしまうのは、申し訳ないですから。もう、そんなの気にしなくていいのに。あ、そうだ。私たち、友達になろう。え？友達ですか？友達同士なら水臭いこといいっこなしだもんね。でも私がこの城に来たのはダメかな。私たちいい友達になれると思ったんだけど。ダメなんかじゃないです。実は私もシーリスさんと友達になれたらいいなって。じゃあその呼び方、私のことはシーリスでいいよ。え？はい、よろしくお願いします。シーリス。うん、こちらこそよろしくね、メルさん。おかげさまで回復しましたので、集落へ案内します。メルさん、待って、私も一緒に行くよ。シーリス、お前分かってるのか？遊びに行くんじゃないんだぞ。そうですよ、シーリス。ついてきたらきっと危険な目に。だから行くんじゃない。友達が危ないのにじっとしていられないよ。それに魔獣とも戦える。リュカニー、あたしの弓の腕を知ってるでしょ。確かにリュカ前に自慢してたね。シーリスはリュカより筋がいいって。え、まあ言った気もするけど、あれはそのなんつうかしょうがねえな。ダメだって言って聞くようなやつじゃないか。そりゃあね、リュカニーの妹だもの。よし、じゃあ行こう。目指すはあの森の奥だ。聞いてはいたけど、メルサの集落って随分森の奥深くにあるんだな。ああ、池ども木ばかりなあ。これって迷ってたりしないよな。はい、大
ゃんと道順を覚えてますから。あ、ありました。来るときに私が目印をつけておいた木です。この木から今度は西へ少し歩けばまた次の目印があるはずです。へえ、すげえな。そこまで細かく覚えてるなんて。特技があるのはいいことだ。メルサなら集落を出て広い世界で活躍できるんじゃないか。そうなんでしょうか。集落を出るなんて考えたこともないので。私あの集落が好きなんです。何もないところですけど、静かで穏やかで、小さな集落の中みんな家族みたいに力を合わせながら生活して、そんな日々が好きだったんだって。今ならよくわかります。そうか、メルサにとって集落は本当に大切な場所なんだね。必ず帝国を撃退してみせる。だから安心してくれ。王子様、ありがとうございます。少し心が楽になりました。それならよかった。じゃあ先を急いで。ん？どこかで雷の音が。空も暗くなってきた。避難した方がいいのでは。近くに洞窟などがあれば木のそばは落雷の危険性が高まります。森の中では逃げ場がありません。いえ、ちょっと待ってください。あの雲の動きは。このまま進みましょう。雷の心配はないと思います。そこまで断言できるなんて。もしかしてメルサは天気が読めるの？はい、ある程度なら天気を予測することができます。それはすごいね。よし、メルサを信じてこのまま進もう。おお、メルサの言った通りだ。晴れ間に出たぜ。天気の予測、素晴らしいです。いつ選択すればいいか悩まなくて済みそうですね。シルビアが天気の読み方を教えてくれたんです。シルビア？私たちの集落の守護竜です。守護竜だって。まさか帝国の目的は。おそらくシルビアだと思います。シルビア、どうか今も無事でいて。めひどいことをしやがる。王子、帝国をやっつけて。そのシルビアも。ああ、もちろん。メルサの集落もシルビアも必ず助けよう。王子様、本当に私を心配してくれて。あれ、メルサ？急に立ち止まってどうしたの？帝国と戦うのが怖くなったか？だったら覚悟が決まるまで待つぜ。そうそう、私たちみんなメルサの味方だよ。シーリス、リカさん、覚悟、そうですよね。私も覚悟を決めないと。大丈夫です、道案内します。それが私の役目ですから。ここから先は魔獣が多くなります。気をつけてください。これでも
よし、次の相手はどこ？シーリスのやつ、なかなかやるじゃねえか。はい、見事な腕です。もしかしたら、リュカより強いのでは？おいおい、冗談はやめてくれよ。あいつの弓の腕は認めるけど、まだまだ戦い方が危なっかしいぜ。目の前にばっかり集中しすぎだ。あれじゃ不意打ちされたら。横から。それ見たことか。ここは俺が。あのメルソってジョーちゃん、なかなか周囲をよく見てやがるな。ま、ちょいと臆病なようだが、それくらいの方が戦場で長生きできる。勇猛果敢なシーリスさんとはいいコンビですね。うりゃ、行ったよメルソ。はい、逃がしません。おや、どうしました？リュカ、面白くなさそうな顔して。きっと寂しいんだろ、兄貴の助けがいらなくなって。妹が一人前になったんだ、喜んでやれよな。寂しくなんかねえさ。それにあいつが一人前、メルサの力を借りてようやくのまだ半人前だぜ。でも、まあそっか、あいつ、いい友達ができたんだよな。それは俺も嬉しいよ。よかったな、シーリス。よし、これで魔獣は片付いたな。怖かった。メルサ、大丈夫？戦うのあんまり好きじゃないって言ってたものね。立て続けの戦闘で疲れただろう。この辺りで休んでいこうか。いえ、これくらい平気です。あと少しで私の集落ですから、このまま道案内させてください。シルビアの好きな場所で、私もよくお邪魔していました。シルビアは自然を愛する、とても穏やかなドラゴンなんです。シルビアにもたれかかって、そよ風を頬に受け、流れる雲を眺める、そんなゆったりした優しい時間が私の宝物でした。よかった、ここは帝国に占領されてなかったみたいで。では、改めて集落への道案内を。この声は、シルビア？やっぱりシルビアだ。よかった、逃げ出してきたんですね。
嫌な予感がする。はい、急いだ方がいいかもしれません。そんな、まさかシルビアの身に何か良くないことが。シルビア、よかった、追いついた。殿下、お待ちを。あの魔獣は、一体。あれは帝国の手先。シルビアでも勝てなかった魔獣たちの一体です。それ、すごく強いよね。あの規則正しい動き、どうやら決められた経路を巡回しているようだ。うまく隙を見つけてすり抜けられればいいのだが。そうはいかねえだろう。たちまち見つかって攻撃されるに決まってる。さて、どうすか。戦います。メルソ、戦ってここを通ります。それが集落へのシルビアを助けるための早道ですから。メルサがそこまで。わかった、私も一緒に戦うよ。シーリス、はい、ありがとうございます。正面突破になってしまいそうだな。ま、嫌いではないが。ああ、俺たちはフォレスティアの民とドラゴンを救いに来たんだ。正々堂々と立ち向かおう。みんな行くぞ。やったぜ、見たか俺たちの力を。あ、敵が何か落としたぞ。これは異界のかけら。以前にも見かけました。強い魔獣が落とす力を秘めたかけらです。強力なマナを宿していて、その力で空間を歪めることができます。へえ、そいつはすごいな。持っていこうぜ。何か使い道があるかもしれないしな。王子様、集落はすぐそこです。このまま。ああ、行こう。シルビアが心配だ。王子たちだ。臆するな、我々にはあれがある。あれ、あれとは。うわっ、なんか大きいのが出てきたよ。家よりでかい魔獣。クソ、そんなんありかよ。なんて激しい風だ。ナームでなくても吹き飛ばされそうだ。みんな耐えるんだ、チャンスは絶対に来る。これだけ激しい攻撃ならマナの消耗も激しいはずだ。いつか息切れを。その隙にってことだな。了解だ。ここは殿下を信じて。風が弱まった、今だ。みんな、
これなら、もしかして…ううん、きっと王子様なら、このまま、あの人にも勝って…いやはや、実にお見事。さすがはリベリアスプリンスご一行。この声は、まさか…ええ、私ですよ。お久しぶりですね、リベリアスプリンス。ハール、この軍を率いていたのはお前だったのか。どうしたのメルサ、なんだか怯えてる。ひょっとしてあの帝国のにやけ顔が怖いのか。だったら安心しな、あいつには前回も勝ってるからな。なあハール、まさか忘れたわけじゃないよな。今度もお前らの手先は倒してやったぞ。尻尾を巻いてとっとと帰りやがれ。これは愉快。まさかもう勝った気になっているとは。何？負け惜しみ言ってんじゃねえよ。ではお見せしましょう。さあお楽しみはこれからですよ。魔獣ヒプノスよ、異界の狭間より今再び現れろ。ああ、どういうことだ。こいつまた出てきやがったぞ。まさか蘇った。倒したと思ったが傷が浅かったのか。いや、手応えはあった。確実に倒したはずだぞ。いいですね、その焦った表情、それが見たかったんですよ。では仕掛けを教えてあげましょう。その焦り顔を絶望に変えるために、ここにいるヒプノスは本体の影、いわば分身のような存在。その本体はここではない空間、異界の狭間にいるのですよ。なんだって、そんな場所の敵手出しできないじゃないか。いかがですか、一方的にやられる恐怖と絶望の味は。くそ、こんな悪趣味な奴に俺は。いえ、リュカ、思い出してください、先ほど拾ったものを。異界のかけら、空間を歪める力を使えば。ほう、まさか立ち向かう術が。ですが、それもまた一興。ヒプノス本体の強さは分身の比ではないのですから。圧倒的な力に屈し、地べたに倒れ伏す姿もさぞ見応えがありそうですね。いや、俺たちは決して倒れたりしない。ああそうだぜ、正面切って戦えるなら勝ち目はいくらでもある。ま、勝ち目がなかったとしてもそん時は無理やり作るだけだ。一番槍はお任せを、必ず勝機を掴んでみせましょう。回復は私が引き受けます。どうぞ思い切り戦ってください。すごい、皆さんどうして諦めないんですか。そりゃみんな信じてるからね、王子を。メルさん、あなたは違うの。私、
私は…はい、私も信じます、王子様を。ありがとうメルサ、俺を、いや俺たちを信じてくれて。メルサの気持ちは同じ志を抱く多くの仲間にも届いたはず。異界を越えて遥か彼方まで。さあ行くぞ。ここはメルサたちの集落。そうか、異界の狭間から戻ってきたのか。これはすごい、ヒプノス本体と戦い無事に戻ってくるとは。しかし残念、ヒプノスは健在。さあ分身よ、現れなさい。本体を倒しきれなかったか、しぶといやつだぜ。一度でダメなら何度でもやるだけだ。また異界のかけらで。って、あれ、異界のかけらがない。力を使い切った異界のかけらは消えてしまうんですよ。残念無念、どうやら晩作尽きたようですね。ヒプノス、哀れなリベリアスプリンスたちにとどめを刺しなさい。おや、どうしました。動きなさいヒプノス、動け。これはもしかしてさっきの戦いで弱っているのか。そのようです。今は分身を出現させるだけで精一杯なのかもしれません。なるほど、そういうことですか。ではおとなしく引くとしましょう。戻りなさいヒプノス。兵たちも撤退です、伝令を。はっ、了解しました。帝国が逃げていく、これってもしかして。ああ、もしかしなくても俺たちの勝ちだぜ。やりましたね殿下。難しいお顔でどうされました。いや、あのハールにしては引き際があっさりしすぎてるなと思って。頼みのヒプノスが弱って臆病風に吹かれたのでしょう。それよりも今はほら、あれは。おお、メルサ、よくぞこの集落を救ってくれた。長老様、みんな無事でよかったです。メルサ、そうだな、とりあえず今は勝利を喜ぼうか。おう、勝利を祝して宴会だ。これがフォレステアの料理か。いけるじゃねえか。お、気に入ってくれたか。よし、俺も食うぞ。やあメルサ、こんなところに一人でどうしたんだい。あ、王子様、その賑やかなのは苦手で。ああ、それで輪から抜けて。まあみんなあの騒ぎようだもんな。でも一人でいる理由は本当にそれだけ。表情が暗いような。心配事があるなら言ってほしい。俺でよければ力になるよ。
王子様、ありがとうございます。私、シルビアのことが心配で。やっぱりそのことか。集落のどこにもいなかったからな。はい、集落のみんなに聞いても、いつの間にか姿が消えたとしか。きっとハールの仕業だろう。秘密の場所に移したのかもしれない。いざという時、人質に使えるように。もしこれがハールの奥の手だとすれば、あっさり退却したのも納得できる。人質、そうですよね。私たちは、この集落はまだ本当の意味では解放されてないんですね。あ、ごめん、余計に心配させちゃって。大丈夫、必ずシルビアを救い出す。約束するよ。ありがとうございます。そう言っていただけて安心しました。本当に王子様はすごいですよね。相手が卑怯だとしても正々堂々と立ち向かって、そして絶対に希望を捨てず、最後まで諦めない。私なんかとは大違いです。そんなことないよ。え、シーリス、今の話聞いてたんですか？あ、ごめん、ちょっと前からね。だってメルサ、みんなから離れて深刻そうな顔してるから心配で。それはともかく、メルサのいいところ私は知ってるよ。誰にでも優しくて、気配りもできるしっかり者で、本当にすごいよ。だって私にはそんなのできないもの。実はね、ちょっと憧れてたんだ、メルサみたいになれればいいなって。え、そうだったんですか？うん、だってほら、私ってばガサツだし、大雑把だし、人の気持ちなんかお構いなしに何でもズケズケ言っちゃうし。だってシーリスが自分でダメって言ってるところ、長所でもあるじゃないですか。誰にでも物おじせず、言いたいことをきちんと言えて、私もあんな風にできたらいいなってずっと思ってたんです。そうだったの？なんか照れるな。それは私もです。お互い様ですよ。なんかおかしいね、お互いないものねだりしてるみたい。そうですね、なんだかおかしいです。よかった、ようやくメルサが笑ってくれて。その笑顔をもう曇らせないためにも、ハールを追ってシルビアを助け出さないとな。そのことなんですけど、メルサどうしたの？何か気づいたことでも？いえ、その実は心当たりがあるんです。ハールさんが隠れていそうな場所に。あ、確信はありません。だからきっと無駄足に。隠れてそうな場所って本当？ならそこ行ってみようよ。
ああ、早速出発しよう。あ、はい、では行きましょう。王子たちもなかなかやりますね。ですが計画は順調、すべて私の思惑通りに動いています。さて、そろそろ最後の仕上げといきましょうか。この先がハールさんが隠れているかもしれない場所です。でも私の推測で、確実ではないですし、その、戻りませんか？いや、ここまで来たんだ。まずはしっかり確かめよう。うん、もしもハールがいれば、シルビアの居場所も聞き出せるしね。はい、そうですね。メルサ、どうしたの？ちょっと前から少し変だよ。何かあったの？いえ、何もないです。メルサってさ、頑張り屋だよね。シーリス、いきなり何を？悩んでる時も、誰にも言わないで一人で抱え込んで、メルサのそういうとこ嫌いじゃないよ。だけどね、そろそろ私に頼ってもいいんだよ。辛い時は辛いって言って。だって私たち友達でしょ。シリス、メルサ、今なんて。逃げて！これは帝国の罠です！うお！こいつ、またいきなり出てきやがった！遅かった。メルサ、どういうことだ？帝国の罠とは？話は後だ、エルフィルス。まずは迎え撃たないと。横にも後ろにも敵が完全に包囲されちまったぜ。何これ、帝国の罠って。メルサ、ごめんなさい、シーリス。ごめんなさい、皆さん。メルサ、なんで謝るの？ねえ、なんで？私、わかんないよ。まるでメルサが悪いみたいに。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。やだ、こんなの、やだよ。嘘だと言ってよ、メルサ、メルサ。おやおや、本当にわからないのですか？それとも、認めたくないだけ？その娘が、メルサが、あなた方を裏切ったということをね。ハール、お前一体あなた方を誘い出すためメルサを利用したんですよ。いや、今回だけではない。最初から集落の住民すべては私の言いなり。最初から？まさかメルサが城に助けを求めに来たのも。そう、すべて私の指示ですよ。
シルビアの命と集落を助けたければ私に従えと脅してね。ハルさん、ここまでやったんです。シルビアを返してください。いいでしょう。では感動の再会、シルビアはすでにあなたの目の前にいますよ。変わり果てた姿となって。そんな、まさか。シルビアには実験台になってもらったのですよ。黒いマナでドラゴンを魔獣化させ、操る実験のね。さあやれ、ヒプノス、いやシルビアよ。無数の分身を生み、リベリアスプリンスたちも集落も全てを葬り去るのです。なんだ遠くで何かが。あれは集落のある方です。ヒプノスらしき影が暴れています。もう一体のヒプノス、分身は同時に何体も出せたのか。どうして約束と違う。ハールさんに従えばシルビアと集落を助けてくれるって。これは愉快、まさに呆然自失。守護竜が集落を破壊する光景はいささか刺激が強すぎたようですね。シルビアが、守護竜が私たちの集落を破壊。絶望を抱いて死になさい。やれ、ヒプノ。非道はそこまでだ、ハル。これ以上メルサを苦しめさせはしない。これはリベリアスプリンス。まさかあなた方を裏切ったその娘を許すおつもりで。シルビアを、大切なものを守ろうとしただけだ。倒すべきはメルサではなく、彼女を利用した帝国の企みだ。私も帝国は絶対に許さないよ。メルサにひどいことして泣かすなんて。二人とも。メルサ、顔を上げて。君に罪はない。大切なもののため一緒に戦おう。シルビアを操っているという黒いマナ、それをどうにかすれば元に戻せるかもしれません。ご明察。ヒプノスを完全に倒せば黒いマナは消え去ります。ですがそれは不可能。ヒプノスの強大さはよく知っているでしょう。そうです、あの魔獣とは前に戦って倒しきれなかった。メルサ、可能性はゼロじゃない。諦めちゃダメだ。王子様、でもそ
私には。メルサのバカ、勇気がない。じゃああれは何だったの？シルビアが消えたあの時、メルサは強そうな魔獣に自分から戦いを挑んでいったじゃないの。あれはただシルビアが心配だっただけで、誰かを心配して戦う優しさも立派な勇気だよ。優しさが勇気、不思議です。私の勇気なんてちっぽけで、一人じゃ戦えるとは思えません。それなのにシーリスがいてくれてると思うと、それだけで戦える気がします。ハールさん、私たちだけでなくシルビアまでひどい目に遭わせて、私あなたには絶対に負けません。必ずシルビアを救ってみせます。そうだよメルさん、ちゃんと言いたいことを言えるじゃない。よし、やるぞ。絶対にシルビアを救い出そう。空間の裂け目が閉じていく。おい見ろよ、裂け目から黒い煙みたいなのが吹き出してるぞ。あれはヒプノスを操っていた黒いマナです。こちらの世界に現れた分身たちが次々に消えていく。ってことは異界の狭間にいるヒプノス本体を倒したんだな。結末、ヒプノスを倒してしまうとは。ですが、よくわかりましたよ、リベリアスプリンス。ヒプノス以上の魔獣でなければあなたを亡き者にはできないと。次を楽しみにしていてくださいね。いや、今はそれよりも大切なことがある。集落の被害の方が気がかりだ。ああ、ヒプノスの分身が暴れ回ってたからな。煙もあちこちから昇ってるし、建物はかなりやられてそうだぜ。まずは怪我人を助けよう。集落の復旧はそれからだ。それじゃあそろそろ行くね。シーリス、王子様、本当にすみませんでした。私は皆さんを裏切ったのに、何から何まで助けてもらってありがとうございます。どれだけお礼を言ってもまだ足りません。いいよ、お礼なんて。それよりこっちもごめんね。まだ集落はボロボロなのにお城に戻ることになっちゃって。いえ、王子様には他にやるべきことがありますから。いつまでも私たちのために引き止めるのは申し訳ないです。
それにおかげさまでどうにか生活できるくらいまで復旧できました。ここから集落を完全に元に戻すのは私たち自身でやるべきことです。この場所はこれからもずっと私が生きていく場所ですから。そっか、そうだよね。やっぱりメルサはしっかりしてるよ。え、あれ、私なんで泣いてるんだろう。おかしいな。メルサと別れるときは笑ってよって決めてたのに。だって私が泣いてたらメルサが心配しちゃう。シーリス、ありがとうございます。その気持ちだけで私も嬉しい。やだ、私までもらい泣き。嬉しいはずなのに涙が。ダメだよ、これじゃ。別れ際にこんな顔してたらシーリスが安心して帰れない。メルサ、シーリス。としては嬉しいけど、いいのか？あなたはこの集落の守護霊のはず。わかった。そういうことなら、俺も喜んで迎えるよ。シルビアが集落を出ていく。ねえ、メルサは？シルビアが来るならメルサも来てよ。私これからもメルサと一緒にいたいよ。シーリス、それは私も。でも私はこの集落から出て暮らすなんてとても想像できなくて。シルビア、私はシーリスと一緒にいたいです。だからお願いします、王子様。いつの日か集落の復旧を終えたら、その時は私も仲間に。もちろんだ、歓迎するよ。私もメルサが来てくれるのずっと待ってるよ。さよならは言わないでおくね。いつかきっと会えるんだもの。だからまたね、メルサ。はい、また会いましょうね、シーリス。どれだけ離れても、どれだけ時間が経っても、私たち